はい、光城山の登山口駐車場です。交通整理の方が出ていただいて交通整理をしているようですが、係員の方に私もここを登るのかと思って、ここが登山口入り口ですね、カメラの準備していたらきちんと駐車枠へ止めろということで指示を受けましたが、私は一瞬の滞在だけで退散します。これソメイヨシノ以外も植えてありますね。ここに一人立ってます。この道も広げたのかな、前こんなに広い道じゃなかったような気がしたけど、いいとこ住んでますね。もうちょっと標高高かったら安曇野の町を見下ろす感じでもっと素晴らしいと思うんです、と思うんだけど、あの犬リードがなかったぞ。ああ随分違ったな。